皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。札束構成で文字通りのドリームマッチを実現させる。サウジアラビアの王族も日本が生んだモンスターの存在に興味津々だ。動画、悪道練りに逆襲の右ストレート。井上直也がドームを熱狂させた貫禄の TKO の瞬間。サウジアラビアの娯楽町の長官で オイルマネーによる支援を後ろ盾に数々のビッグマッチを誘致しているトゥルキアラルシク氏が現地時間5月16日に米の格闘技専門メディア MMA アワーのインタビューに登場そこでボクシングのスーパーバンタム級4団体統一王者である井上尚也、大橋と WBA 世界ライト級王者のガーボンタ・デイビス米国の対戦を実現させられると宣言した かねてからファンや一部の指揮者の間で語られてきた黄金カードではある。二階級での四団体統一という偉業を成し遂げた井上と29戦無敗 27KO という図抜けた戦績を誇るデイビスの対戦は軽量階級ではまさにビッグマッチだ。彼らが拳を交わせば国内外に特大のインパクトを残せるのは間違いない。 これまでもサウジでメガ工業を開催させてきたアラルシク氏は、こう言及している。もしも、デイビスが賢くなれるのであれば、やりたいのはナオやイノウエとの試合だ。これは私が好むドリームファイト。彼らが適正体重で適切な提案をしてくれれば、それを私は実現できる。もっとも、懸念材料は少なくない。何より現時点で両有の体重には決定的な差がある。 デイビスは61.23キロがリミットとなるライト級で、井上は55.34キロがリミットのスパーバンタム級。階級差にして3も違いがあるのだ。この点については、デイビスも過去に言及しており、A 専門メディア、ボクシングニュース、で、俺が130パウンド、58.97キロ、スーパーフェザー級、まで下げられて、井上も少し上げられれば、 ありえなないいいこともないともしていたデイビスにとっての減量、そして井上にとっての3階級分の増量は、決して簡単な所業ではない。これこそ階級制スポーツの難しさである。ただ、互いに歩み寄る形でのキャッチウェイトで実現させようと動く荒るしくしは、井上は素晴らしいファイターだと断言する。一方で、好注文をつけてもいる。重要なことがある。 それは井上を日本国内だけで戦わせ続けないよう、世界に彼を見せなければならない。彼を我々のところに来させ、サウジアラビア、米国、ロンドンで試合をさせるようにする。我々はそのための話し合いをする準備ができている。もしも、彼が数年後に引退をするとして、その試合の99%が日本で行われたようなことにでもなれば残念なことだ。 以前から井上の本格的な国外進出については各所で議論されてきた。これについては当人が、試合が見たいのなら日本に来ればいい。日本のマーケット以上のものがアメリカにあるのなら喜んでいく。と X で発信するなど、日本開催にこだわる意味は示されている。とはいえ、オイルマネーを背景にした莫大な収入が手に入るとなれば、話は変わってくるかもしれない。 サウジアラビアが主催の興行となれば、大橋秀行会長が、倍では効かないと目を丸くする金額に達し、それこそ井上の望む評価を得られる可能性もある。それでも何よりも自身のベストを出すことにこだわってきている井上が、サウジの王族側の言う、適正体重に応じるかは不透明だ。アラルシク氏は、実現できると意気込むが、やはり現時点でデイビス戦は、 ドリームマッチの息を出ないと言えそうだ。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。